ずっと上げて。だからこの手はこうなんだ。こうやってやっちゃダメ。こう全然違う方やろ。このまんま、このまんまこう。こう動いてない。人によっての場所、先生によって違いますよ。やってることは。こうやってればなんとかできる。足をついていくと
まっすぐ、ブルブル、そうです。こうやっちゃって、スローマン。周り張り抜いてたから、こうやって手入れたら、ここにね、手入れてきたら、こうなっちゃうんですよ。だから、手遅れになっちゃうわけ。そこに手入れると、そしてくるりみたいな、こう切れるよね。切れたらまっすぐ。切れたら、こうやって繋がってる。こうやって繋がって触ってるから、下に。こう。で、突き抜けていけば、このまま、両手使って。これ片手、ここまでしかいけない。この手、開いてるから。そして、まっすぐ鍛えるので、この手は鍛える。この手はこれだ。この手はこれだ。ちょっとここで持ち替えれる。ここで、ここに入ってくる。この手に、ここに。そう、普通の塩投げ。普通は塩投げって言うと、こうやって持って、こうやってやるんですよ。で、なんで今の形になってるかっていうと、まあ、こうやってやると、傾きがちだから、手が遅くなるのと同じこと。だから、まっすぐ姿勢したいから、わざわざ切ってるわけですよ。まっすぐ。そしてまっすぐ。まっすぐだと。それで、この手に入ってくると自然と、うまく下がってる。うまく下がってる。こう回ってくれば、ここにほら。ずっと入る。自分の姿勢が曲がってないで。こうやってやったらダメですよ。だから、そういうふうに、ほら。これを、こうやってやって。Thank you.